地上波のテレビにデビューします。トリスマ、今日はですね、すごくいいお知らせがあります。なんとなんとなんと、私、トリちゃん、地上波のテレビにデビューします。テレビ東京さんの生きるを伝えるというミニドキュメンタリー番組に主演なのかな、わかんないですけど、出演することになりました。いやー、ついに来ました。そしてついに言えます。でね、僕がこの筋ジストロフィーっていう病気をオープンにして、ちょうど3年ぐらいですね。でここまで来れました。でね、もうすごいいろいろやってきたんですけども、自分だけではこんなにできてこなかったと思いますし、こんなに変わってくることは多分なかったんじゃないかなと思うので、本当に応援してくれる仲間の皆さんに感謝です。本当にね、至らない点がまだまだ多いのでですね、いろいろ教えてもらいながらみんなと一緒に走っていければと思います。これを機にね、ますます頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。